クラーラツェトキンはドイツの政治家、フェミニスト。社会主義の立場による女性解放運動を主導し、女性解放運動の母と呼ばれる。ドレスデン近郊の村に生まれ、教師になるために勉強する傍ら、女性解放運動や労働運動に興味を持つ。1878年にドイツ社会主義労働者党に加入。この党は1890年に、 ドイツ社会民主党になる。この間、ビスマルクの弾圧を逃れて、チューリッヒからパリへ亡命。第二インターナショナルの活動に従事する傍ら、ロシアの革命家、オシップ・ツェトキンと生活を共にするが1889年に、亡くなると再婚、1927年頃離別。ローザルクセンブルクと社会民主党においては、党内左派として活動。 エドゥアルト・ベルンシュタインの唱えた中世主義に反対する傍ら、男女平等や婦人参政権など、女性解放運動にも本格的に取り組む。1891年から1917年に、社会民主党の女性向け機関士、平等の編集者となり、1907年には、新設された党婦人部長に就任。1911年には、 国際社会主義婦人会議に出席し、1904年3月8日にアメリカの女性労働者がデモを行ったことにちなんで3月8日を国際女性デートするよう提唱した。第一次世界大戦が勃発すると、社民党首脳部の戦争協力姿勢に反対。ローザルクセンブルクやカールリープクネヒトと共に1916年にスパルタクス団を結成した。その後、 独立社会民主党を経て、ドイツ革命後の1920年に、ドイツ共産党の結成に参加。帝国議会議員として活動しながら、党中央委員、コミンテルン代表委員を歴任した。1933年に、アドルフ・ヒトラー率いるナチスが政権を掌握。国会議事堂放火事件で、共産党が非合法化されると、ソビエト連邦に亡命した。 同年にモスクワで隠しし、意外はクレムジンの壁に葬られた。ドレスデンにあるチェトキンの胸像。ありがとうございます。